ミアスの紋章、ミアスは、ロシアチェリャビンスク州の工業都市。州都、チェリャビンスクからは西へ9 6トルの位置で、ウラル山脈南部の登録にあり、ミアス川が流れている。人口は158,420人。ミアスの町の歴史は1773年、道光山と甲府の住む集落が開かれた年に、遡る。 19世紀にはゆっくりと村が大きくなり市場町になっていった。さらに、ウラル地方でも有数の豊かな金鉱が発見され、町が一気に拡大した。宮洲の金鉱からは年平均 640kg の金が発掘されたが、19世紀半ばには金の発掘量が少なくなり始め、町の成長も頭打ちになった。1881年には、 アレクサンドルネフスキー制度が完成した。1926年には市に昇格している。独ソ戦中の1941年、モスクワから自動車企業のスターリン記念工場が見やす、に疎開してきた。これが現在のウラル自動車工場である。以後、ユーララズを中心にトラックやその部品などを生産する機械工業の町、夜勤工業の町として発展してきた。 また1947年にズラトウーストに開設されたマケ系フロケット設計局が1955年に宮杉拠点を移し原子力潜水艦用の弾道ミサイルなどを開発した。ロシア科学アカデミーの金属学研究所ウラルシブのほか、大学の分校などが数多く立地する。鉱物学博物館もあり、イリメニスキー鉱物保護地区にも近い。 旧市街は主に19世紀の木造家屋が立ち並ぶ街並みである。1889年に建てられたイタリ製三社大聖堂や近郊の管理人下野府の邸宅も保存されている。ウラル山脈は湖や鉱物が多い。宮洲周辺は20以上の湖が取り囲んでおり、その中でもトゥルゴヤク湖は宮洲からほど近く観光地となっている。 ミアスは、モスクワサマーラウファチェリャビンスクを結ぶロシアの東西の大動脈でありシベリア横断道路の一部をなす M5 幹線道路が通る。この高速道路は、チェリャビンスクからオムスクを経て、ノボシビルスクに向かう M51 幹線道路につながっている。ありがとうございます。